ちゃんがこういう連絡をしてくるのって珍しいわね。そうだね、愛する娘の頼みでもあるし。優しくしてくれる二人に私からプレゼントです。あ、綺麗。ダイヤの花のブローチ。大正解です、パパ。ゆいちゃん、いつの間にそんなスキルを。あ、違うんです、ママ。装飾物作成系のスキルじゃなくてですね。この間、パパに連れて行ってもらったコンソールで手に入れた機能を使って作ったんです。これ、ブローチがあればつけてる人同士、お互いの状態をモニターできるようになるんです。ただ、そんな機能とか本当はどうでもよかったんです。私はパパとママに何かプレゼントができれば、それだけでも。本当は指輪が作れればパパとママの結婚指輪としてプレゼントできたんですけどね。手に入れた機能には指輪を作る技術がなかったので、ゆいちゃん、指輪じゃなくたって十分に嬉しいよ。喜んでもらえてよかったです。それ、ううん、きっともう少しすればパパもママもこのアインクラッドを攻略してしまうと思います。二人と他の皆さんの力を合わせれば絶対です。そしてこのゲーム世界から解放されたら、その後はきっとここが残されることはないと思うんです。残されたとしても初期化は免れないと思います。それってもしかしてゆいちゃんもいなくなっちゃうってこと？はい。そんな。Thank you.
それはその通りです。でもそのデータを読み取ることができなければ、私はデータの形のまま眠り続けることになってしまいます。私のことを覚えていてくれるなら、眠ったままでもいいと思っているんです。だって壊れてしまっていた私が私になれたのは、パパとママのおかげなんですから。パパとママがいたから、今の私が私として生まれることができたんです。だからこのプレゼントはそのお礼です。これもゲームの外まで持っていくことはもちろんできません。でもパパとママがこのことを覚えていてくれれば、それはゲームの外に持ち出したのと同じようなものですから。そんなの忘れるわけないじゃない。可愛い娘からのこんな素敵なプレゼントなんだよ。忘れられるわけない。ありがとう、ママ、パパ。あと、プレゼントを作ったのには、もう一つ理由があって。ナーブギアのデータに、パパとママのために作ったものが残せたら、眠っていても寂しくないって思ったんです。私は SAO 以外のゲームのことはよくわからないけど、でもできる限りキリト君をお手伝いする。だから待っててね。はいはい、パパとママが力を合わせるならきっとうまくいきます。私楽しみにしてますね。考えるとそんなことは起きないと思うけど。何かあったの？見間違いとかじゃなくて？
あれ、どうしたの？神器臭い顔して。リズ、ちょっと面倒なことになってそうなのよ。まずはそいつを攻略組に入れなかったのは大正解ね。でもなんでセクハラコードが働かなかったんだろう。ゲームシステムの異常なのかな。それなら一回試してみてはどうでしょう。試してみるって？実際にパパが誰かを触ってみてシステムメッセージが出るかやってみるんです。ええ、じゃあもしかしてキリトさんが痴漢するってことですか？私たち兄弟だし、そういうのはいけないと思うよ。誰もあんたらにやるなんて言ってないでしょうが。じゃあじゃんけんで誰がテストするか決めましょう。そんなのみんなに頼めないでしょう。私で試してみて、キリト君。まあまあ、ここはユイちゃんの提案通りじゃんけんで決めようよ。ちょっとリズ、どういうことか分かってるの？どういうことって、どういうこと？だからキリト君にその触られちゃうんだよ。ああ、そんなことはもちろん分かってるわよ。でもセクハラし放題なんていう一大事かもしれないんだから、みんなで協力してちゃんと調べないとね。調べないといけません。ハスナさんは攻略でみんなのために活躍されてます。私は私のできることでみんなに貢献したいんです。やっぱ私も参加なのよね、これ。当然、体を張ってこの事件を乗り越えましょう。乗り越えるというか、自ら乗っかっていってるように思えるんだけど。それじゃあじゃんけんしますよ。さあ、ママもこっちに来てください。もうキリト君のバカ。なんか私がテストすることになったわ。それでどうすればいいの？どこでも構わないので
シノンさんの体に触れてください。変なところは触らないでよ。なんか、いやらしい目つきね。ゆいちゃんは見ちゃダメだからね。どうぞ。あ、出たわね。少し安心したね。肩を触るくらいでセクハラコードが発動しちゃうの？リーズ、キリト君で遊びすぎ。バレてたのね。もうちょっと詳しい情報が欲しいわね。どういたしまして。それで、この犯罪防止コード発動っていうウィンドウの OK ボタンを押せばいいのよね。それに触れちゃダメ！それに触れたら、キリトさんが監獄行きです！そうなんだ。へえ。よく覚えておかないとね。